こんにちは、おっちゃんドドドドです。今回の動画は CT125 ハンター株のフレーム修正用の鉄材を溶接するのに溶接機のパワーが足りないかもと、エアコンの 200V コンセントから延長コードを作って 200V で溶接機を使ってみようという動画です。まずは VVF ケーブル 10m とコンセントプラグ、そして設置型のコンセントを購入。全部で5000円くらいでした。 VVF ケーブルは形状が平らなケーブルのためコンセントプラグに収まりません。どうしよう、後から考えます。先に配線を向きます。配線が太すぎて被膜が切りにくいです。本来の向き方とは違うと思いますが、中の配線に傷がつかなければ良いのです。ということで切り方を変えます。ちょっとずつ縦に切れ目を入れて裂いていくイメージで切り込んでみます。力を入れすぎると配線に傷が入ってしまうので注意が必要です。こんなに太い配線を今まで扱ったことがなかったので専用工具は持っていません。調べたら電工ナイフやワイヤーストリッパーという工具があるみたいです。そんなに高額ではなかったのでそのうち買ってみよう。とりあえず今はフレーム修正用の鉄材の購入が先です。毎月少しずつ購入してますが、修正機の完成はいつになることやら。少しずつケーブルが向けてきて配線が見えてきました。時間がかかってますが、おっちゃんどんくさいので多めに見てやってください。ここまで向けたら簡単でした。スルスルと向けました。必要な箇所まで向いたら切断します。太い導線が1本でした。大元はこんな感じの配線なんですね。白い線はアースです。これさえ間違わなければ大丈夫。最短で配線を送りたかったので壁に穴を開けました。妻には後で報告をしました。車庫側です。省略しました。設置型のコンセントを柱に取り付け完了。それではちゃんと 200V で動作してるか半自動溶接機の数値を見てチェックしてみたいと思います。大丈夫そうです。 200V ですよと表示が出てます。120Aまでしか上がらなかったダイヤルも140Aまで上がるようになりました。これでもう少し厚い鉄も溶接できるようになりました。続きまして気になった箇所を修理します。半自動溶接機のコンセントのアース線がちぎれかけになってました。切断。保証期間中なのに切断してしまいました。屋内の配線とはまた違う色でした。3本です。配線を向いたらゴムプラグに交換します。設置 2P というタイプです。よく見る形のプラグです。アース線は外に出てたので分かります。黄色い線です。青と茶色の線はどちら側になっても大丈夫そうです。極性はないようです。純正のプラグよりしっかりした感じになりました。アップグレードしました。このままでは先ほど作った 200V のコンセントと形状が違うので、スズキットのスターク120についてきた変換プラグを使ってみます。安いやつだと1000円くらいで売ってるみたいです。変換プラグは1つしかないけれど、同時に複数台使用することはないので一つで十分かもです。でも心配性のおっちゃんは予備をきっと買いそうです。さて設置したコンセントですが、アース端子が収まらず外周に這わせてますが問題はありません。接続テスト、バッチリです。次はスズキットのスターク120を 200V で使えるようにする設定をします。背面パネルに蝶ネジがあるので
ネジを外すと簡単に開きます。両側についてる金属板の並びを変えます。真ん中に差し替えて電気の流れを変える感じなんですね。並びを変えた後はしっかり締め付けしましょう。ただし強く締め付けすぎるのは注意です。ボルトが壊れます。しかしスズキット久々に持ってみるとしっかりした作りなのか重かったです。耐久性は分かりませんが200ボルト使用にもなって厚い鉄板も溶接できるようになったので大事に使っていきたいと思います。100ボルトから200ボルトの切り替えが済んだら裏蓋を閉じます。超ネジの締め忘れにも気をつけて。徐々にフレーム修正のための準備が整ってきてます。15アンペアのコンセントなので一気にパワーアップというわけではないですが、それでも可能性は広がったわけで。それでは今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。